倉敷市立自然史博物館は岡山県倉敷市にある博物館。倉敷市立図書館や倉敷市立美術館の近隣に一致する。1983年11月3日に開館した。3階建てで4つの常設展示室と1つの特別展示室が存在し、岡山県の動植物や世界の昆虫、化石、隕石といった展示品がある。 自然史に関する資料の管理、展示と教養文化の向上を目的とし、自治体からの要請で研究を行うこともある。倉敷市庁舎の移設に伴い、1977年から旧倉敷市庁舎土地の利用について、多数の意見が寄せられた。1980年に文化施設として利用される方針が発表され、自然史博物館として利用されることが正式に、 決定したのは1982年3月2日である。翌年11月3日に開館を迎え、その後も増築や記念事業を迎えつつ、今日に至る。2017年3月31日時点で、地学分野は約8364点、植物分野は約284974点、昆虫分野は 約487,859点、動物分野が約75,064点の一次資料が収蔵されている。二次資料としては、図書が11,902点、築地観光物が34,818点、登録されている。地球規模のものから、岡山県や倉敷市の自然史に関連する展示物が見られる。自然観察会、博物館講座、 自然の標本なんでも、相談会、動物研究会、ムシムシ探検隊、博物館祭りなど様々な行事が企画されており、活動内容によっては、県内の他の市町村へ外出して、イベントを行うこともある。博物館実習では、岡山大学や岡山理科大学といった、県内の大学の学生を、中学校の職場体験では主に、 倉敷市内の中学校の生徒を受け入れている。また、学校教育機関に対しては化石セットや昆虫標本の貸し出しも用意されている。2005年にはムシムシ探検隊の活動中に当時、高校2年生の参加者が岡山県真庭市でハムシカの新種の昆虫、宮間アザミカミナリハムシを発見し、2020年に学術論文が発表された。ありがとうございます。